どうも iPhone 大好きマグロ屋で働くお兄さんことマグニーです。iOS8.1 リリースされました。私はこれからアップデートしたいと思います。はい、いきますよ。設定、一般、ソフトウェアアップデート、出ました iOS8.1 です。詳しい情報いきましょうね。はい、こちらにずらーっとアップデートの内容が書かれております。こちらに関してですね、下の概要欄の方に、同じ内容の、テキストを貼り付けてありますので、そちらもご参照いただければなと思います。こんな感じで利用規約を同意するダウンロードが始まりましたね。この設定マークぐり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 動くのがダウンロードしてる証拠ですよ。今回なんかサイズが 2.2GB ですか？結構でかいっすね。はい、アップデートを検証中のダイアログが出てきております。はい、行きました。この画面になりました。あとこのバーが満タンになれば iOS8.1 で起動するということになります。来ました、 iOS8.1 起動いたしました。なんかすげえ初めのやつになってますね。アップデートが完了いたしました。続ける。よし、ちょっとじゃあセッティングしたいと思います。はい、というわけで再起動完了、 8.1 になりました。これからですね、新機能の方を試していきたいと思います。はい、というわけで、iPhone 久々にキャプチャーしておりますが、どうですかね、見せる方とどっちの方がいいかな。まあ、今回これでやってみたいと思います。まず iCloud フォトライブラリですよね。iCloud フォトライブラリなので写真に行ってみましょう。あ、その前にほら、カメラロール復活です。で、フォトストリームはフォトストリームであって素晴らしいです。カメラロールお帰り。写真っていうところに行って、 iCloud フォトライブラリーベータ、これをオン、オンにします。出ております。この iPhone には 14.78GB の写真とビデオが保存されています。 iCloud ストレージは現在 4.3GB 利用できます。余裕がなくなると、この iPhone データは iCloud ばっかりでどうしますかみたいなことになってしまいました。ある程度これは予想していたんですが、どうしようかな。やはりアップグレードするべきでしょうか。無料で iCloud を使うのももうそろそろ終わりにしますか。というわけで、アップグレードオプションにやってまいりました。月額100円で 20GB が使えるので、かなりお買い得といえばお買い得です。今現在私の iPhone にあります写真を全部どのデバイスでも見れるようになるのがこの iCloud フォトライブラリですから、でも足んなくなったら消せばいいわけですからね。で、消して、まあ基本的に私は Google Plus に写真をバックアップしておりますので、まあ、とりあえずお試しということで 14.8GB と書いてありましたので、今回はこの 20GB にアップデートしてみたいと思います。すごい、 1TB ご覧ください。2400円でできるそうですね。これ今回こう一応ベータ版なんでね、あくまでこれ私人柱として行います。それでは 20GB 購入だ。ついに私 iCloud を有料化してしまいますが、皆さんはですね、 iCloud フォトライブラリーをオンにしない限りはこのように有料化する必要もありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。 GO! 購入が完了いたしました。これで私も iCloud フォトライブラリーをオンにできることが、オンにすることができます。いきます。ドーン、オンにします。うわー、来た。オンにいたしました。ライブラリー全体を iCloud に自動的にアップロードし保存して、お使いのデバイス、全てのデバイスからアクセスできるようにします。すごいですね。ご覧ください。2626個の項目をアップロード中ということになっております。iPhone ストレージを最適化にチェックが入ってますね。この iPhone にはデバイスに最適化されたバージョンが保存されております。フル解像度の写真とビデオを iPhone に保存するにはオリジナルをダウンロードをオンにいたします。いや、最適化されたバージョンでいいです。このフォトストリームと、iCloud フォトライブラリーの、使い分けっていうのが未だにちょっと分かってないんで、ちょっと今この状態で写真アプリちょっと見に行きましょうか。はい、写真アプリ来ました。特に変わった様子は、ありませんね。ここで確認することはできないのでしょうけれども、今、この、すべての写真、あれ、カメラロールってのがなくなったな。おい、カメラロールがなくなった。これすべての写真になってるぞ。おい。あら、カメラロールどっか行っちゃいましたね。あら、カメラロールがどっか行っちゃいましたね。これがカメラロールなんですかね。
ちょっと違いますよね。フォトストリームっていうのもなくなった。よカメラロールお帰り。カメラロールお帰り。iCloud フォトライブラリーをオンにするからこうなっちゃったのか。はい、ごめんなさい。ちゃんと、説明に書いてありました。iCloud フォトライブラリーを使用していない時だけ、カメラロールとフォトストリームが復活するそうです。やってしまいました。私、ちょっとチャレンジが過ぎましたね。まだベータ版なので、今後どうなっていくのかっていうのがわかりませんけれども、ちゃんと私はね、先ほどから何度も申し上げます。Google プラスにバックアップを取っておりますので、問題ありません。動画も写真も全部 Google プラスにあります。他にもね、8.1 にアップデートして使える機能っていうのはたくさんあるんですけども、そちらはですね、私がヨセミテと iOS 8の、連携レビューっていうね、シリーズで動画を今後出していきますんで、そちらで、公開できたらと思います。すでにハンドオフをご紹介した動画がありますんで、ぜひご覧ください。Apple Pay がね、使えるようになってるんですが、こちらね、アメリカのみでしか使えないので、今回はあえてレビューはいたしません。特に問題等は、発見されません。むしろね、iOS 8の時よりもなんかサクサクした感覚があります。では、皆さん、アップデートされましたでしょうか。ぜひアップデートしましょう。というわけで、iOS 8.1 にアップデートして使ってみた動画でございました。チャンネル登録もお忘れなく。では、また次の動画でお会いしましょう。